片岡愛之助キャリーに見え伝授。来月30日から京都南座で開催される京都未来祭り2019の発表会見に片岡愛之助さんとキャリーパミパミさんが登場しました。平成最後の日となる4月30日には1日限りの歌舞伎とコラボしたスペシャルライブを行うキャリー。愛之助さんにアドバイスを求めると、例えば僕ら時々あの宙乗りとかするんです、舞台飛んだりとか。そうなんですか。はい、飛んでみてください、南座で。どうです、ビューンって。いや、飛んでみたいですね。歌舞伎っぽいダンスとかも取り入れたいなと思って、ポーズとか。なるほど、はい、見えとかですか。見え見えとかいいんじゃないですか、はい、というわけで愛之助さん、キャリーに歌舞伎の見えを伝授。こう持って止めといて、止めて、はっ、マスターされるの早いです。歌舞伎とコラボしたキャリーのライブがどうなるのか期待が高まる京都未来祭り2019です。